ピアノ・ソナタはアンリ・デュティ・ユーが作曲した唯一のピアノ・ソナタ。1947年から1948年にかけて書かれた。ピアノ・ソナタの作曲時デュティユ・ユーは作曲家として10年のキャリアを積んでいたが、彼は本作を自身の作品番号1、すなわち成熟したと呼べる水準に至った最初の曲であるとみなした。 初演は1948年4月30日に作曲者の妻であるジュヌビエーブ・ジョワによって行われ、作品は彼女に検定された。以降、第二次大戦後に生まれた、このジャンル指折りの楽曲と称えられ、ジョン・オグドン、ロバート・レビン、ジョン・チェン、クレイル・マリルゲといった著名ピアニストが支持を表明している。このソナタは、デュティ・ユーにとって、 それまでの異色作品では許されなかった野心的で大規模な構想を実験する機会となるものであった。彼は次のように語っている。私はより大きな形式へと次第に移っていきたい、短い作品で満足したくないと考えていました。もしよければ、典型的なフランスの処方から逃れたいと思っていたのです。本作は、形式的な厳格さと火星の探求という、 デュティーユーの成熟期の作品に特徴的な二つの事項を合わせ持っている。主題群は不明瞭で完全な形では先方的にも調整的にもなることはない。この楽曲に影響を与えたとして、ドビュッシーやラベル、バルトーク、プロコフィエフなどが引き合いに出されるものの、評論家は本作の音楽語法が独自の特徴を有しており、フランスの印象主義とソビエトの音楽が このうちで統合されたものであるとも強調している。この作品は、バルトークやプロコフィエフを反とした華々しく、重層的な作品もしくは、ドビュッシーが書いていたかもしれない感覚的で、古典的なそなたなどと評されている。第一学章はに、二拍子で開始されるが表紙はたびたび、変更される。たっぷりとした第一主題から第二主題が派生する、ことで2つの主題による、 古典的な形式をとっている。冒頭の数小節から a 音を中心に蝶々と単調が曖昧に立ち現れる。3000音の使用も目立った特徴となっており、また音域の端まで使用されることによって楽曲に与えられる公共的な性格も際立っている。第2楽章、リートが最も短い楽章である。ABA の三部形式をとり、両端楽章に比べて薄く、 憂えるような表情を持つ。基本となる調整は変に蝶々であるが、ここでも先方と調整に幾分の不明瞭さが認められる。4、8拍子で開始するものの、後に表紙は変更されていく。修学章はまず、コラールにより3、2拍子で開始すると4声のポリフォニーが示される。低音と高音で保持される音の重なり合いによって生み出される。 カリオンのような響きが特徴的である。続いて4つの変装となる。第2変装は、デューティーが後の作品で頻用するようになる。戦場のフレーズの初期の使用例となっている。コラールが形を変えて再現されて楽章は幕を閉じる。このようにして変装は小さなそなた形式を構成しており、そなた内でのそなたが生まれている。楽章を見渡すと、 トッカータ風の性格を持つパッセージもいくつか登場している。注釈出典。ありがとうございます。